民主党の大畑昭宏です。私は民主党無所属クラブを代表して、安倍総理の施政方針演説等に対する質問をいたします。なお、答弁内容によっては、再質問することを申し上げておきます。質問に入る前に、猛吹雪や豪雪により亡くなられた皆さん、さらにエジプトで旅行中、突然の事故により亡くなられた皆さん、そしてアルジェリアにおけるテロにより亡くなられた皆さんのご冥福をお祈り申し上げます。さて、質問に入ります。現在の日本国は、少子高齢社会の到来、長期のデフレ経済に加えて、東日本大震災、原子力発電所事故など、まさに国難の時を迎え、2年が経過いたしました。さらに現在、体罰やいじめ防止対策、外国で働く方々の安全対策や、豪雪対策など、日本国政府が取り組むべき課題は多岐にわたっております。こうした状況の下で、先週行われました施政方針演説は、キャッチフレーズや先人の言葉を引用して、総理の意気込みを歯切れよく語っておられました。しかしながら、掛け声とイメージを先行させるだけでは、国づくりは進みません。安倍総理が振りまくムードの先に、どのような日本国を具体的に目指しているのか、国の形が不明であります。民主党は未来への責任を果たすため、国民の視点に立ち、しっかりと正してまいります。以下、私は現場から届いた国民の声を踏まえ、要点を絞り、質問いたします。まず第一点の課題は、東日本大震災対策であります。来週の月曜日は3月11日、東日本大震災より丸2年を迎えることになります。大変残念ながら、昨年の12月時点で確認されました。亡くなられた方は 15,879 名、行方不明の方は2,712 名、また、9月時点で震災関連で亡くなられた方は2303名に上りました。改めて亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますと同時に、被災されました皆さんにお見舞いを申し上げます。大震災当時、私は国土交通大臣を拝命しておりました。2年前の3月17日、国土交通省災害対策本部会議で、徳山東北地方整備局長から真剣かつ深刻な状況報告を受けました。同時に人命救助は72時間以内に行わなければならないという教訓を思い起こし、心を決め、人命救助を第一として、局長の判断が私の判断として、やれることは全部やりきってくださいと要請いたしました。一緒に行動を起こしていただきました職員の皆さんや自治体の皆さん、そして自衛隊、警察、消防、及び医療関係者の皆さん、さらには道路の瓦礫除去作業などに全力でご協力をいただきました現地の土木建設業の皆さん、そして全ての関係者の皆さんに御礼申し上げます。その後の1ヶ月間で27,157 名の方を救出することができたと、後日報告を受けました。本当にありがとうございました。しかし今、32万人を超える避難者の皆さんの生活再建や復旧復興作業は現在でも困難な状況にあり、なお一層力を入れて推進していかなければなりません。今後とも被災者支援、被災地支援に全力を挙げることをお誓いいたします。さて、現在、被災された国民の皆さんに対する支援活動が各自治体の全面的なご協力をいただきながら
進んでおりますが、いくつかの課題について安倍総理に質問いたします。これから申し上げることは現地から届いた声の一部であります。第1点、国の支援で町の予算規模は15倍に増えたが、応援の職員も含めて町の職員は 1.5 倍にしかなっていない。通常の予算規模は50億円であり、体制が脆弱である。町の外からの支援職員についても、なるべく長期の派遣を望みたい。第二点、復興公営住宅への入居希望者の7割は高齢者。高層住宅は建てられず、土地の確保に苦労している。第三点、ついの住処ではなく、ここはあくまで仮設住宅だ。今後の方向性も見えず、住民間のトラブルや健康状態の悪化が懸念される。第4点、復興公営住宅の建設、買取にあたっては上限価格が定められており、資材の高騰、人材不足により建設単価が高騰すると、この条件が満たされずに建設が進まない。第5点、福島県内の警戒区域内のインフラ整備が遅れている。インフラ整備を早急に進め、避難市民が帰宅したくなるような街づくりを図る必要がある。第6点、平成24年度補正予算で巨額の公共事業が実施されることになったため、被災地の発注工事で資材高騰、人材不足等による入札不調が多発し、復興に障害が出ているなどであります。もちろんこれは現地からの声の一部でありますが、こうした現地からの声を含め、東日本大震災にどのように対応するのか、安倍総理のお考えを被災者及び自治体担当者によく理解できるようにお答えをお願いいたします。次に原子力発電所事故対策について質問いたします。原子力発電所事故により、現在でも約16万人の方が避難生活を余儀なくされております。さらに現在も原子力発電所事故等のため、毎日3000人を超える関係者が全力で原子力発電所の安全性確保のために汗を流しております。また、地域の除染作業も遅れております。安倍政権としての原子力発電所現地対策及び避難生活をされている住民支援対策、地域の除染対策についてどのように進めるのか、総理の答弁を求めます。次に国内経済対策について質問します。長く続くデフレ経済からの脱却は国民の願いであります。最近の円安株高傾向については一定の評価をすべきと考えます。ただし、この安倍総理の経済政策が結果として本当に歓迎すべきものなのかどうかをしっかりと検証しなければなりません。事実として現在、いわゆる三本の矢は安倍総理大臣が手にしているだけであります。第一の矢である金融緩和について、日銀が共同声明で約束した新たな金融緩和策の実行は平成26年からとなっております。第二の矢である財政出動について、総額13兆円にも及ぶ平成24年度補正予算は成立したものの、柱となっている公共事業は着工の遅れによる景気浮揚効果の遅れが心配されております。第三の矢である成長戦略について、政府は産業競争力会議や規制改革会議を設立し、検討を始めているものの、その効果は未知数であります。このように、三本の矢はまだ一本も発射されていないとの見方もあるにもかかわらず、期待だけが膨らみ、株高と急激なる円安となっております。もちろん、輸出企業にとっては収益の改善に大きく寄与しておりますけれども、輸入品であるガソリン、灯油、
食料品も値上がりし、さらに電気料金の値上げが加わり、国民生活や物流業者、漁業者、農家、そしてものづくりの中小企業にも大きな影響を与え始めております。例えば、円安により輸入部品を組み立て、国内向けにものづくりに励む関係者より、毎月赤字となり、このままでは経営が大変だという声が届いております。これは国内雇用を維持したいと思い、必死に雇用とものづくりを守ってきた中小企業からの切実な声であります。これら急激に進む円安に苦しむ中小企業への対策、そして国民生活への対策について、安倍総理の答弁を求めます。次に成長戦略について質問します。成長戦略は大切です。これまでも民主党として環境、エネルギー技術、医療分野、ロボット、農業分野、社会インフラ海外展開、海洋国家戦略などに力を入れてまいりました。その中でも特に科学技術面での支援が重要であります。先日、ノーベル物理学賞を受賞されました小芝博士より、未来の日本にとって国際リニアコライダー最新鋭の素粒子加速器の誘致は、日本の未来にとっても若者にとっても重要です。ぜひ国としての支援方針を明らかにしていただきたいとの要請を受けました。科学技術と知的財産権の確立は、これまでの日本国の発展に大きく寄与してまいりました。リニアコライダーを含めた基礎事実、科学技術に対する総理のお考えを答弁ください。次に雇用問題について質問します。経済政策の目的は、国民生活と雇用の安定であり、雇用関係の改善が図らなければなりません。したがってデフレを脱却し、物価上昇に転じても、雇用が創出され、賃金が上がらなければ、総理の発言された、額に汗して働く人が報われる社会とはなりません。これが同時に実現しなければ、三本の矢は、その場しのぎのカンフル剤となり、国民の望む本物の安定した経済成長とはなりません。総理の経済政策により、雇用の創出、賃金の上昇をどのように実現するか、額に果たして、汗して働いている方々によくわかるように、明快にお答えください。また、それが実現できないときの総理の覚悟をお伺いします。さらに現在、学生たちは卒業時期を迎えておりますが、若年層の雇用問題は深刻な状況が続いております。この若年雇用対策について総理の答弁を求めます。また、1年以下の期限付き雇用契約者数は増加し、1410万人に上ると発表されました。さらに最近では、ブラック企業や貧困格差社会が広がる日本において、現時点でもこのように雇用状況は悪化しておりますが、政府の規制改革会議の中で、正社員の解雇において、金銭保障をして雇用契約を終える制度導入の検討を始めたとのことであります。これは、額に汗して働く人が報われる社会を目指すと発言されている総理のお考えと逆行していませんか。総理の答弁を求めます。次に、経済連携について質問いたします。TPP に関して、総理は施政方針演説で、聖域なき関税撤廃は前提でないことを先般、オバマ大統領と直接会談し、確認いたしました。今後、政府の責任において、交渉参加を判断いたしますと述べられました。これは、先の日米首脳会談における共同声明で、最終的な結果は交渉の中で決まっていくものであることから、TPP 交渉参加に際し、一方的に全ての関税を撤廃することを、あらかじめ約束することを求められるものではないことを確認すると、謳ったことを根拠にしているものと考えます。
しかしながら、その文書の前段にある最終的な結果は交渉の中で決まっていくものというのは、昨年4月10日、当時の現場外務大臣が各米国通商代表との会談ですでに確認していることであります。つまり、今回の首脳会談で明らかになったことは、聖域が認められたということではなく、聖域として認められるかどうかは交渉の中で決まるということに過ぎません。これで自民党の政権公約の条件がクリアされたというのは、国民を欺くアベトリックではありませんか。何をもって聖域なき関税撤廃が前提でないとの結論に至ったのか。総選挙時に自由民主党を全力で応援した農協関係者や医療関係者にもよくわかるよう、安倍総理、答弁をください。次に、外交防衛問題について質問します。日米関係は我が国の外交安全保障の基軸であり、その進化を図ることはどの政権であっても重要なことであります。一方、東アジアでは日本の政権交代に加えて、中国では習近平体制がスタートし、韓国では先週、パク・クネ大統領が就任するなど、大きな変化の時代を迎えています。日中日韓関係は経済に限らず、相互に非常に重要なものであります。同時に、中国艦船による挑発的なレーダー照射をはじめ、我が国と中国、韓国の関係には近年、緊張が高まっている一面も否定できません。リーダー交代を契機に、近隣諸国との関係改善にどのように取り組むつもりか、総理の決意をお答えください。また、北朝鮮は2月12日に3度目の核実験を強行し、拉致ミサイル発射などで地域の平和と安定を脅かす行動を取り続けており、強い憤りを感じます。日米首脳も北朝鮮問題での協力を確認したということでありますけれども、国連安保理における取り組みを含め、政府の対処方針について、総理の答弁を求めます。次に、民主党政権時代に行った数々の国民のための改革を今後継続するかどうか、総理に質問いたします。まず、事業仕分けや行政事業レビューについて質問します。民主党政権時代に行った事業仕分けや行政レビューは、2009年と2010年だけで1兆3207億円の財源を捻出しただけでなく、政府内に適切な緊張感を与え、地方自治体でも同じように仕分け作業を始めたところもありました。また、国民に対して予算策定過程の透明性を高めるなど、極めて大きな意義があったと国民からも評価されました。こうした事業仕分けや行政事業レビューの継続について、総理の答弁を求めます。次に、一括交付金制度について質問します。民主党政権は、地方自治体の自由度を高めるため、補助金の一括交付金を目指した地域自主戦略交付金を創設しましたが、安倍政権はこれを廃止しようとしております。しかし、地域自主戦略交付金は最終的には省庁の枠を取り除いて、地方自治体が自由に財源を使えるようにするための重要なステップでありました。地方自治体はむしろ一括交付金化を評価しており、運用改善を求める声はあっても、制度の廃止を求める声を聞いておりません。地域自主戦略交付金を補助金に戻し、地方交付税交付金を削減することは、地方分権、地域活性化に矛盾しますが、安倍総理の基本的考え方を答弁ください。次に、
子育て支援と教育について質問します。民主党政権下では、3歳以下、毎月1万5000円、3歳以上中学生まで、毎月1万円を支給する子育て支援を行い、さらに高等学校、授業料無償化で、教育を社会的に支援する制度を作り、経済的理由による高校中退者を約半減させました。しかし、与党は総選挙において、これらの子どもたちへの支援制度をばらまきと批判しました。また、言うまでもなく、子どもたちの教育の充実は、未来への責任の最たるものであります。そのため、民主党政権では、子どもたち一人一人に目の行き届いた指導を行うため、小学校1年生について35人学級を実現いたしました。さらに今後、少人数学級のさらなる拡充が必要と考え、35人学級を5年間で中学校3年生までの全学年に広げる計画を立てておりました。ところが今、安倍政権は公共事業のばらまきを増やし、35人学級の拡充計画を取りやめようとしています。総理は子育て支援と教育を社会的に支援する制度や35人学級の拡充をばらまきと考えているのでありましょうか。総理の答弁を求めます。次に年金医療改革について質問いたします。かつての安倍政権時代に消えた5000万件の年金問題や医療崩壊、救急患者の病院たらい回し事件などが浮上しておりました。民主党は2009年の政権交代後、これらの問題を解決するために大きな力を注ぎ、宙に浮いた年金記録照合作業を進め、1兆7000億円の支払いをすることにいたしました。にもかかわらず、政府は今年1月17日、厚生労働省の年金記録回復委員会を解散しました。年金記録回復にあたって、専門家の意見を聞く場がなくなったということであります。なぜ、年金記録回復委員会を解散したのか、そして今後、消えた年金対策を含めて、年金問題にどう取り組むのか、総理の答弁を求めます。また、民主党政権は、診療報酬をプラス改定にして、後期高齢者医療制度の自主的年齢差別医療17項目を撤廃しました。後期高齢者医療制度について、今後どのように対処されるお考えか、年齢で区分する保険制度をどうするのか、日本国をこれまで支えてきた高齢者の皆さんによくわかるように総理の答弁を求めます。次に郵政事業に関して質問します。小泉政権時代、郵政民営化法が参議院で否決されると衆議院を解散するという誠に強引な手法で郵政民営化を断行しました。郵便局を民営化すると日本は良くなるというお話でもありました。しかし実際は地域によっては唯一の金融機関となっていた郵便局の経営は難しくなり、長年地域に貢献してきた郵便局も閉鎖に追い込まれ、ますます過疎化が進みました。これに対して民主党は国民新党の皆さんや郵便局の皆さんとともに力を合わせ、政権交代を果たし、郵政株式売却凍結法を成立させました。さらに昨年、公明党、自民党をはじめ、多くの皆さんの賛成を得て、郵政民営化法を改正し、郵政産事業の一体的なサービス提供を確保するなど、地域のための郵政事業改革を前進させました。地域の方々より、おかげさまで、郵便局が利用しやすくなりました、と感謝の言葉もいただいております。安倍総理はこの新たな郵政事業改革を
どのように受け止めておられるか、今後どうするのか質問いたします。次に社会保障制度改革について質問します。自民党も公明党も賛成した社会保障制度改革推進法の中では、必要な法制上の措置については、この法律の施行後1年以内に社会保障制度国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとすると定めています。ところが民主党、自民党、公明党の3党実務者協議で、与党は公的年金制度、高齢者医療制度について現行制度を維持すればよい、制度改革でも法改正を必要としない場合もあるので実務者協議は改正を前提と していない、民主党が主張する年金抜本改革は、たとえ現時点で3党が合意したとしても、法案作成は国民会議設置期限の8月21日に間に合わないと言い出す始末です。これでは抜本改革から逃げ、法改正をしないつもりではないかと疑わざるを得ません。国民年金を含めた公的年金制度及び高齢者医療制度について法改正をするのか、総理の答弁を求めます。次に衆議院議員の定数削減について質問いたします。昨年11月の党首討論における野田前総理と安倍総理の約束は、この第183回の通常国会で定数削減をやり遂げるということであります。この約束により、野田総理は解散を決断しました。これは重大な公の約束のもとです。2月22日に解散された三党幹事長会談において、民主党は三党で直ちに協議を始めることを強く申し入れました。しかし与党は、党内でこれから議論するので協議には応じられないとして、情報交換の場の設置にとどまりました。これは全くおかしな話であります。解散だけ勝ち取って、あとはずるずると引き延ばし、国民の前で公に約束したことを破るのですか。もしそうであれば、これこそ公約違反の何者でもないじゃないですか。先日の総理大臣の演説では、各党改革、各会派で話し合い、しっかり結論を出していこうではありませんかと、まるで他人事のような発言でありました。安倍総理の責任において、今国会中に定数削減法案を成立させることを国民の前に明らかにしていただきたい。安倍晋三総理の誠実な答弁を求めます。最後に申し上げます。民主党は1998年の結党以来、国民が主役となる政治を目指し、日本国において国民の選択による政権が誕生する政治、政権交代ができる国を目指して努力してまいりました。戦後政治は業界団体が主導する政治が長く続き、政官業癒着が政治が横行しました。これに対して民主党は、欧米並みに国民主導の政治を実現したいという思いで今日まで歩んでまいりました。2009年にその思いは国民に通じ、政権交代を実現することができました。しかし昨年末の総選挙では大敗を喫し、再び政権交代となりました。この大敗を深く反省し、私たちは新たに海田新体制のもと、党改革創成本部を立ち上げ、全国
47都道府県に足を運び、党関係者の皆さんをはじめ、支援者の皆さんや国民の皆さんの率直なご意見を伺う運動を開始いたしました。そして2月24日に開催した党大会で第一次党改革方針と党綱領を決定いたしました。私たちは生活者、消費者、納税者、働く者の立場に立ち、安心して暮らせる社会の実現を目指し、新たなスタートを切りました。どんな困難があろうとも、国民の視点で政治を行い、日本国の長い歴史と文化、伝統を踏まえた、お互いに助け合う社会、人を大事にする社会、そして地域社会の中で、すべての国民が安心して働き、暮らせる社会を目指して、全力で行動することをお誓いし、質問を終わります。